寒い。ゆうすけさんどこ行く？あ、公園ですね。公園です。練習、いつも練習してる場所っす。早く行かないと、あのスケーターボーイたちがスケート始めちゃうから練習しづらいんですよ。今日寒いな、雪降るんじゃないの。ゆうすけさん一人でやる？そうっすね、一人っすね。いつもはね、彼女にあの見守ってもらったり練習手伝ってもらったりしてるけど、うん、おい、ゴンタいらっしゃい。音聞こえる？大丈夫だね。音声映像問題ないね。寒いよ、今日。本当に寒い。クマひどいな。体調悪すぎだろ。資格ないんだけどね。ヘルペスはできるし、クマはすごいし。軽めに今日はやります。寒。ありがとう。寒いよ。今日ご飯何食べようかな。あ、水持ってくんの忘れた。あ、水、金も忘れた。公園来ました。まあ、いっか、水道水飲めば。水は1リッター必要だね、練習するのに。ゴンタさくらんぼさん風船を150個ありがとう。アットマークたくみちくろマネージャーさんはどつ。たくみさんいつもありがとう。昨日お疲れ様です。
今日は軽めにやります。ちょっと熊とかがひどいんで、はい、疲れてます。野間犬 R さん、風船をプレゼントしました。野間犬 R さん、ありがとう。野間犬さん、ありがとう。風船頑張ろう。寒いね。みんな風邪ひかないようにね、今日寒いから暖房つけて温まってください。お風呂入って。寒い。え、なんで？ラオさんお疲れ。どうしたの？入院すんの？なんかあった？大丈夫？手術かな？マジか。スケーターもういるな。そうだよね、疲れ取れるよね。わかるわ。サウナ入ろうかな今日ね。体の毒が抜けるからね。芯まで温まるし、今日サウナ行こうかな。ちょっと検討するわ。サウナは確かにありだな。岩盤浴が好きなんだけどね、本当は。確かにいいな、そのアイディアは。確かにニートの割には頑張ってる方でしょ。何年間も引きこもってたやつにしては頑張ってるよ。寒い。スケーター多いっすね、やっぱ。着きました。いつもの練習場所。なお、アットマークヘタレオタ、男子ごと中に左足首手骨折してしまったので1日入院、手術2週間くらい入院。マジか、大変だったね。良くなってください。静養してください。大変だったね、それは。マジか、辛いとこだな。やくらいかな。マジか。こんな感じか、いつも。待ってるね。始めます。
分ぐらい。そうなの。でもジョギング20分、ジョギング20分したからの方がいい？じゃあジョギング先やった方がいいのかな。どっち派みんな。ジョギングしてからストレッチの方がいい？正義の味方さん。マジか。じゃあジョギングしてくるわ。20分。うん。ありがとう。行ってきます。はい、ワード見てる見てる。強いよ光くんは。ワードツー、どうも。秋久さん頑張ってんだ。頑張ってますよ。応援よろしく。
ハートありがとう、ファイト、ハートありがとう。ヒカル君強いね。あれは動きやばいよね。あれ強いよ。ダサい？これリバーシブルだから変えようか。かっこいい方にするわ。ダサいか。
頑張るよ、ありがとう。
ロード2。バーガー10個ありがとう。バーガー10個ありがとう。おー、アンニーさん風船ありがとう。ありがとうね、アイテムありがとうございます。
ットマークかずみちの嫁さんイエーイイエーイ。はい、ワドツメロンさん、めっちゃ今見た。めっちゃ今見た。よし、じゃあシャドーボクシングやりますか。シャドーボクシング枠に切り替えます。オツです、ありがとね。枠取り直します。お前コメント欄荒らすなよ。とかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえで、お前バットボタン押してんねん、もう。